はい、こんにちは、まめと申します。チャイム実況プレイ続きやっていきたいと思います。早速グレゴリーさんが出てきたのでやっていきます。今日はおとなしくしているお嬢様、このまま静かであればどんなに良いことがそううまくいくはずはあるわけない。はい、お嬢様、ご気分はいかがですか？とっても充実しているわ。なんて楽しい滞在なのかしら。そうですか。ではここで時間を楽しまれているのですね。このホテル最高。そうですか。我々も安心です。そうそう、安心安心。あんたたちもリラックスしなさい。そうですね。それではゆっくりしてね。感づいてるよね。工作班をあの塔へ。ああ、それから護衛要員も数人同行してくれ。お嬢様のことだ。大統領の思いをお告げになるだろう。やれやれ、手を回すのも大変なことだ。さ、張り込みをしておこうか。大旅館2階で待機。待機するだけでいいの？見回りをしつつ下に降りる。しっかり見張れ。はい、お任せを。はあ、こっち、あ、行けるんだ。うーん、見回りをしつつ、じゃあこのままもう下に降りちゃっていいのかな。おーい、いやー、こっち見張っててもね、ベランダから来ちゃいますからね。あ、普通のここだけやっぱ、ええ奇妙な、何が起きた今。ハロー。お嬢さん、その服可愛らしいですね。あ、いえ、ありがとうございます。お言葉上手なんですね。うん、それはそうと、あなたの同僚の動きにくれぐれも注意してくださいね。はい、私どもみな、相互に目を配りながら万全のおもてなしを心がけます。それは結構。もう物々しい雰囲気になってしまい申し訳ありません。我が国の最重要人物ですので。いえいえ、お受けしたのは私どもですので。宿泊は明日までです。それまでどうかご容赦を。めそもございません。どうぞご自由になさってください。うん、少しでも怪しい態度を見せる者は絶対に通すな。ここを通る者は全て厳しくチェックしております。はい、うん、少しでも、はい。お、出れた。誰だ。新人 OL 長内さん。はあ、え、今日の我々の生日で我が社の運命が決するんだ。失敗は許されんぞ。はい、大丈夫でしょうか。頑張るんだ。くれぐれも場をしらけさせないように恥はこの場で捨てていけ。頑張ります。よし、じゃあ先に行って準備しとくんだ。先方を出迎えたらわしもすぐ行く。はい。なんだ？ん？なんか2階廊下へ向かう。人動くん。何、よくわかんないけど、とりあえず2階に行けばいいんだね。はい、2階ってここだっけ。ホテルの客人およびスタッフに対し粗相のなきよう。は、2階ってここ。まだ上があるの。上があるのかしら。ん、いけないよね。まあでも今回は時間制限なさそう。あるの。え、ここだな。いいか、気を抜くな。ご心配ありません。1階の警備は万全です。ん？お、でもなんかとりあえず目的を達成したみたいなので、よかったー。はい。お、猫ちゃんって誰だっけ。あー、兄ちゃんか。よし、脱出大出撃。いや、意味わかんない。再び何かを企んでいる兄。やっぱりじっとしていられないわよね、兄ちゃん。本当におてんばさんですもんね。え、大旅館からの脱出。身代わりを立てて部屋を抜け出す。
身代わり。とりあえずお洋服を着替えてと。よし、場所所が目的じゃないでしょ。身代わり。いやー、銅像をさ、布団の中に突っ込むのかと思ったけど違うのか。同じことするのかな。あ、そういえばロープがないわ。困ったわ。マジか。あ、猫ちゃんが。猫？こんなところに。あれ、あなた。みゃー。おう、中に入ったのかな、それともこっちに行った。案外近かったわよね、あっちって。飛べるんじゃないかしら。あ、連打したらなんか、大丈夫な気がする。よし、嘘、マジで。フライアウェイしちゃった。びっくり。いやー、兄ちゃんやることがすごいわ、本当にびっくりだよ。もう、いや、楽しいけどね、それが。あ、中に入ったのかな。とりあえずフラグを立てとくか。はい。そういえばロープがないわと。飛べるんじゃないかしら。飛んで、無理よ、無理無理無理、インポッシブル。はい、ということで無理でしたもんね、さっきフライアウェイしてね、落ちちゃったもんね。はい、ロープはやっぱりこっちにあるのか。何もないか。ああ、どうしようかね。あいつ見てるからな。あっ、オッケー、とりあえずこっち。あ、でもこっち特に何もないな。これ話しかけたら失敗。おろ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 、ここどこかしら。どうしよう、課長に怒られちゃう。カッチョさん、カッチョさん。かわいい兄ちゃん。なんかもうなんかちょっとちっちゃい子供みたいだよね。とりあえず、あ、ちょっとベベベイ、こいつをなんとかしないとな。え、兄様、何かご意味ですか。別に。身代わり？身代わり？多分さっきのあの人だと思うんだけどね、身代わりは。なし？でもどうやって信用させるっていうか、そうすればいいのかな。多分こっちからはいけないんだろうな。はい、無理よ。とりあえず猫ちゃんをニャーして、はい、ニャー。ここら辺でジャンプしてたんだよね。なんかあるかな。うん、何もない。はい、ということでもう一回、じゃあさっきの人に身代わりになってくれないか。なんか身振り手振りでさ、頑張ろうよ。こいつなぁ、横向いた時にいけないのかな。あ、ダメなんだ。はあ、はあ、やっぱりこの人になんとか。カチャさん、カチャさん。あー、持ち物なんもないな。身代わりを立てて部屋を抜け出すだもんね。何回か話しかけたら変わらない、変わらないよ。とりあえずお部屋に戻ろう、兄ちゃん。よし、今なんかほらお洋服を持って。でも楽しそうよね。うん、まあ、お、メイドさんになったの。そっか、着替え持っていかないとね。よし。お、気づかない。ハニーちゃんやる。これでこの人を、メイドさん、私迷ってしまって課長に怒られちゃう。課長さん、課長さん。え、何ですか。課長の居場所をご存知なんですか。
カッチョさん、カッチョさん。え、あら、何を持ってるんですか？服ですか？カッチョさん、カッチョさん。ああ、課長が着替えると。ああ、入社してからこんなのばっかり。カッチョさん、とりあえず身代わりはこれで。ああ、あっちですね。あ、そうだ。あの人に私と入れ替わってもらえれば。ということで、これで大脱出劇。あ、かわいい、お団子？ハニーちゃん、超かわいいね。え、わた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 、私追いかけてくるの？ヘイ！え？ムーンウォーク。ん？え、課長がやるって言ってるんですか？ドア、ドア。ああ、会場ここなんですね。はあ。アニー様、どちらへ行かれていたのですか？ああ、別に。すぐ部屋に戻るから心配しないで。はあ。ごめんね。ちょっとだけそこにいてね。はい。正体を隠して下に降りると。はい。これでいいのかな？さて、見張りがいるのよね。どうすれば自然に通り抜けられるかしら。メイド服。これでいいのか。うーい。エージェントがいっぱいいらっしゃる。とりあえずメイドさんになれば、普通に降りられるんじゃない？よし、気づいてない。誰も私に気づいてないわ。クフフフみたいな。あ、猫ちゃんがいる。猫ちゃんいるけど、猫ちゃんいるけど、奴は猫ちゃんに集中してて、え、聞き込みと探索で脱出法を探ると。はぁ、あ。エージェントに話したらダメだよね。何か？あ、ご苦労様。さて、お掃除、お掃除っと。ロープないのよね。じゃあ、下の、お、明らかになんか怪しいやついるんだけど。これ、どなたの？課長さん！あー、なんとかくん、なんてことだ。こんな、大事な時に。なんだ？うん。あまり下を覗き込むと危ないですよ。それとも何か面白いものでもありますか？ええ。確かに、あの噴水は美しいですね。覗き込みたくなる気持ちもわかります。まあ、あの水場を上から見てくつろぐのも悪くないかな。噴水に何かあるってことかな？ちょっと行ってみるか。はい。よし。では、あなたちょっとスタッフじゃないわ。誰なの？何言ってんの？忘れたの？私よ、私、ほら。ご存知ですとも大切なお客様ですもの。バレた。マジで。レディースーツ。こんなところで着替えたくないわよ。物陰じゃなきゃ。これは？オッケー。これでどうだ？あ、こっちだ、エージェントが。マジで。なんとかしないとな。わあ。こら、お客様のいる場所で、ふらふら歩き回るんじゃないって、ん？あ、すいません、すいません、すぐ戻るんで。いえ、申し訳ありませんでした、兄様。その服、着心地はいかがですか？バレた。これ、なかなか難しいんじゃない？とりあえず、これを着て、お客様、大変申し訳ありませんが、ロビーは現在閉じておりまして。うん、大統領だからってそんなに気を使うことないのよ。何かおっしゃいましたか？言葉がよく。いえ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 。どうしたらいいかな。ほう。はぁ、あ。あらあら、お疲れね。まあ、大変なプレッシャーで公にもできませんし。
うんうん、おまけに経営しているのに玄関を閉じろだなんて、ほんとひどいわよね。さすがに閉じたりはしませんが、すべての出入りを厳しくチェックするだなんて、私のホテルなのに。うん、開いてるんだ。でも堂々と出たらバレちゃうわよね。って、あのスタッフの方でしたか。どうかこのことはご内密に。大丈夫大丈夫、大統領と側近にちゃんと文句言っておくわ。いやいやいや、結構です。これさ、バリ難しいよ。こっからが進めないよ。力が進めないだ。わかんない。わかんない。はい。なんか、やっぱ服を着替えながら、はい、進めていくっぽいっすな。はい。で、この課長にも、これで話しかけたらいいのかな。はい。おお、探したぞ。長内くん、もう宴会が始まるぞ。課長さん、課長さん。ん、なんか化粧濃くないか。いやー、まあいいや。先方の、先方も君の隠し芸を楽しみにしとるぞ。俺これ小道具。ん、名付けてムチムチのピシピシでしょ。ちゃんと練習通りやるんだぞ。課長さん。わかっとる。皆まで言うな。頼むよ。契約を取るためだ。残業を減らすからな。じゃあ先に手盛り上げとくから、ド派手に頼むぞ。もう逃げないでくれよ。ロープを使って脱出を図る。これは多分メイドさんにならないと、あそこエンジンと言ったよね。はい。これでいいのかな。お、お掃除お掃除っと。またここからロープで。あれ？ん？誰？あ、パパ。ふむ、このあたりがいいかな。ふふ、もう安心だよ。ここにいれば傷ついたりしないからね。エージェント絶対に踏まないように、可愛い子が傷ついてしまうからね。はい、十分心得ております。わあ、あ、いえ、なんでも。おほほほ、パパと目が合った気がしたけど、なんであんなところにいるのよ。もうこれは、これからどうすべきだ。パパがあんなところに、あまり人、くつろぐの悪くないねよ。どうすんだ、こっちの窓か。でも開かないんだよね、窓が。来ないわ。困ったね。ここからまた困ったぞ。とりあえず着替えて、もう一回なんか下の話を聞くか。怪しい、めちゃくちゃ。変わらないな。ん？あれ？どうしたもんかね。これやばい？バレる？バレない。マジで？この仮面つけてたら。お嬢さん、申し訳ありませんが、ここは現在通れません。ここホテルの正面玄関よ。ちょっと勝手すぎない？申し訳ありません。現在宿泊客は全員、外出中とのことでしたが。私はちょっと休んでたから、そのもうちょっと休もうと。ダメなの？困ったわね。
マジで？ちょっと待って、メイドさんにならないとやばいかな。うわ、こっちはやべやべやべ。メイドさんになって、ため息をやっぱり覗くっぽいんですよね。ため息を覗く。下を覗き込むと危ない。こうか。二階廊下下側で、ため息を覗き込むと、なんちゃらってあったんですけど。あ、そっかそっかそっか、ロープをまだ使ってなかった。使ってからのため息かな。そういうこと。オッケーオッケー。はい。パパが、アヒルちゃんと散歩してて、はい。よし。これで、息を覗き込めばいいのかな？何も起こらないんだけど、ちょっとどういうこと？もしかしたらフラグを回収してないからかな？この空いてるんだっていうのを、ああ、見てから上に行ったら、OK なのかな？ちょっとやってみよう。よし。よし、やってみるぞ。これで、メイドさんにとりあえず着替えてと、早着替え。これでどうだ？お願い。これ以上わかんないぞ。これかも見たのにわからないってどういうこと？あ、来た！まあ、大変ですわ。どうかあの猫を助けてあげてくださいな。素敵なお方。単純なやつ。表から出るなら、お客の格好がいいわね。はい。こんなところで、ごめん、兄ちゃん。よし。これでいいかしら？これで、あいつらの裏を書くわ。裏口に厳重に警戒してあるなら、表から出るまでよ。どうした？おお、お嬢様、ぎく。どちらへ？やり手だな、やっぱ。おわ、お花？お花摘み。面白い言葉をご存知ですね。滞在国の言葉をちょっとは勉強しないとね。ですが、そちらではありませんよ。グレゴリー見逃して、今夜だけ。ダメです。パーティーがあるのよ。社交の場なの。外遊には重要でしょ？ダメです。ケチ。はい、私はケチです。さあ、お戻りください。今夜がこの国での最後の夜ですよ。最後くらい落ち着いて。グレゴリー？あ、パパ。大統領どうなさいました？窓からアニーが見えたんでね、少し娘と話がしたいと思って。何よパパ、別に話したいことなんてないわよ。あのパーティーにまつわることだと言ったら？え、パパ、あのパーティーのこと知ってるの？ああ、パーティーもあの塔も金のことも知っているよ。アニー、この街、あの塔、私にとっても思い出深いんだ。いいわ、パパ、教えて。グレゴリー、いいかな。私はご家族の団らんを邪魔する立場にありません。ああ、よかった。いやー、めっちゃ時間かかったわ。いや、でもこれだけで終わったらあれなので。マジで？また大変そうなったね。はい。逃げられたくないならそっと見守りましょう。つかず離れず。わかりました。とりあえず追いかけなくて、近くから見守ればいいって感じですね。はい。アンナちゃん。あれ、いない。はい。追加目的は？見守ると。アンナを公園まで尾行する。オッケー。いやー、鳥取さんにね、
見つからないようにしないといけないんだけどね。この鳥取さん厄介だね。はい、こてにおいで。よし、オッケー。おっしゃいこっちがウヒャーだよ。バッカモン。はい、ということで再度チャレンジ、レッツチャレンジ。おっと、危ない。この鳥取さんマジで厄介だよね。よし、今だ。つかず離れず見守る。ほい、こんな感じの距離でいいのかな。ほい、オッケー。こんにちは、どうしたの。迷った。あら、迷子？お父さんとお母さんはどこから来たの。一人で来た。そうなんだ、家までは遠いのかな。わかんない。お名前は、住所教えてくれる。私が送っていってあげる。アンナ、塔に行きたいの。塔に。ああ、もしかしてアンナちゃんはダンスパーティーに行きたいのね。うん、鳴らすの。そっか、お祭りだもんね。でもね、一人で行ったりしたらご両親が心配するわよ。うん、一回お家に帰ろね。それから家族で行ったらいいんじゃない。母さん、塔のところにいるの。あら、そうなの。お父さんはまだお仕事。そっか、どうしたらいいかな。塔、ここから遠い。そんなことないわよ。バスに乗って少し歩くけど、すごく遠いってわけじゃないわ。お姉ちゃん、塔に連れてって。うん、それはいいけど困ったな。じゃあ連れてってくれなくていい。塔の行き方教えて。ねえ、本当に、本当の本当にお母さんが塔にいるの。嘘じゃないもん。昨日金が聞きたいって言ったもん。金？いえ、とにかくお父さんには連絡しましょう。連絡先わかる？ああ、どうしよっか。だからもういい。あ、待って、もうわかった。私と塔に行こっか。そこでお母さんを見つけるの。連れてってくれる？うん、でもあなたのお家にだけは電話しておくわ。いい？うん。じゃあ電話番号教えてくれるかな。お、追加目的。意外と今回は楽に終われましたね。はい、よし、ということで、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。